こんにちは、トヨです。ただいま私は新宿駅と代々木駅の間にいます。埼京線および湘南新宿ラインの南端のホームから代々木駅ってこんな目と鼻の先にあるのは驚きました。あともう一つ新発見をしたものは、バスタ新宿は新宿区ではなく渋谷区であったことが分かりました。それではスーツ氏が言ってた代々木駅で期間限定で見られる遺構を見たいと思います。どうやら彼が言っている代々木駅の遺構を見に行くには踏切を通り抜ける必要があります。東口に来ましたけど、西口と違って賑わってますね。西口は静かな印象でした。あ、多分ここで間違いないですね。大正時代に作られた遺構の前には店舗及び事務所が5月に着工する方です。見に行きたい方は今のうちがチャンスだと思います。5月といっても機材を揃えてからやるわけだと思います。近くから見た関東大震災に耐えた当時新しい駅舎だった代々木駅でございます。この空き地には5月1日からできるということなので、興味がある方はお早めに行ってください。目印としては NTT ドコモのビルのその反対側になります。なんかニューヨークにあるエンパイアステートビルみたいな建物。山手線は建設が古いですから、さまざまな当時の技術をしのぐことができるので結構楽しいです。皆さんもぜひお尋ねしてください。それではご視聴ありがとうございました。バイバイ。